エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、この間からですね、ライブ配信のポコチャっていうのをやってます。まあ全然知名度もなくなんてことないんですけど、 YouTube の方にですね、少しでも見に来てくれないかなと思いまして、使える手を使っているとこなんです。今回するのがですね、ポコチャですね。こちらのですね、いいねボタンがあるじゃないですか。それをどうにか自動でできないかと。今回は以前使っていた Nexus 6P ですね。こちらをですね、サブ機としまして、本当は良くないんですけど、いいねをこううまいこと使えるのかなと。その自動でずっとタップできる、そのアプリがあるんですよ。それが本当にうまくいくかっていうのを、今回ちょっとポコチャでやってみようと。あんまりおすすめっていうか、これ自体は良くないと思うので、しないように、みんなのリアルないいねをもらっていきましょう。これは検証です。それではまず自分のポコチャを開きましょう。配信スタート。いいですか、ここにオートクリックって、オートなんとかって書いてあるじゃないですか。これですね、これがオートクリッカーです。ポコチャを開いて、もうさっきちょっと設定していたので、ポコチャを開くと、このここ分かりますね、再生ボタンと×ボタンすぐ表示されます。見つけた。いや、いろんな方向で俺が映ってで、ここでこのオートクリッカーをこのいいねのとこに持ってきます。こうやって持ってきて、この角をどれか、このいいねのとこに、この4隅のどこかを置きまして、今この左上がちょっと黒くなってるのは分かるかな。これがタップしていくと動くんですよ。ほら、ここまで動いたの分かるかな。これでこの再生ボタンを押しましょう。おりゃ、ほら分かる、自動で今なってってるよ。見て、ほら、じゃんじゃん数字が上がってるの分かるかな。そう、これがしたくて、っていうかやってみたかった一つですね。で、本当はもう一個したかったのは、コメントが来るじゃないですか、自分に対して。そのコメントが自動で音声読み上げみって言えばいいのかな。で、なんとかなんとかさん、こんにちはとかをずっと言ってくれるあれがしたいんですけど、どうも Android の方ではなかなかできないことはないんでしょうけど、厳しいみたいです。 iPhone はなんか最初から入ってるやつでできるらしいんですけど、 Android 難しいよね。ただ今このやってるオートクリッカーは Android の方にしかできないみたいですよ。 iPhone の方ではできないみたいです。あ、見て、ほら、あっという間にもここまで来たよ、喋ってたから。すごいね。で、これが、これしてる人いるのかな、わかんないけどね、あんまりいいあれじゃないもんね。あ、コメントが打てん。まあコメントはまあいいんか。とりあえずこれがどこまで伸びるか、伸びるかっていうか、どこまでこのクリックが続くのかっていうのは気になりますね。設定でエンドレスみたいにはしてるんですけど、まあこういうアプリがあります。ずーっと、ほら、ずーっとなってる。
すごいね、なんか合わせ鏡みたいになってるもん変なのベルカチャンネル。で、これしてるときに他のコマンド反応しないんですよ。なのでその時は一時停止か×で消してしまってからやっていくみたいなことらしいです。そういうことでですね、今回は、まあ、このポコチャだけじゃないですよ、こういうずっとレンダーしとかなくちゃいけないやつってあるじゃないですか、ゲームとかでも、まあ、そのレンダーゲームみたいなのが、それに使えるアプリオートクリッカーを紹介しました。これはこれで良かったです。まああんまり大きな声で言っちゃいけないと思うけどね。ほらまだじゃんじゃん登ってるよ。それでは今回の動画はここまでです。ここまでです。ここまでです。俺にかかってこい。